皆様こんばんは。11月9日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の5分足、順調に昼の12時から145円の17レベルぐらいからですね、じわじわとショートカバーをしまして、4時半過ぎには高値の90台までタッチをしておりました。そこからの落としが結構急で、今145円の276まで下落をしておりまして、これは明らかに米債10年債の利回りの低下を背景とした、東京勢の、ロングを潰しに来た欧州勢の売りかなというふうに思います。まあ、これだけ見るとですね、なんか昨日と似てるような気もするんですけど、今日に関しては昨日ほど上がりやすくはないのかなというふうに思います。昨日の値動きを見ているとやっぱり今日の推しを買ってしまう連中もとアジアにはいて、その人間も高値7075を買ってれば切るんでしょうけど、6055、50ぐらいを買ってるんであればまだこれやめてない。で、下の30近辺を買っていればですね、もし60と30で買って、45ぐらいのアベレージになりますから、あと10ピップスぐらいでやめる、もうチャラで逃げれるわけですね。こういった難品のロングもいそうな感じがします今日。なので、昨日ほど上がる感じではないのかもしれません。ただまあどちらかというとですね、やはり下は硬いというイメージがありまして、下がったらやっぱり買ってっていいのかなという気はしております。戻り売りを、まあ、朝方は、自分としては90において、まあ、つきませんでしたが、ロングの利食いを145円の、まあ、80ぐらいで見て、最初145円の、今日1号で買いを144円の80ストップで、こんな形で今日はイメージをしてみたいと思います。次はユーロドルです。ユーロドルは今日は 1.0030 で買いたいということで買いを入れましたが、こちらの方全くつかずに上に上がってしまいました。 1.0095 デリ食いのイメージを作っておりましたが、今日はお昼のこの 1.00883、 これが今日の高値になりました。とりあえずはですね、もみ合いながら、推しは買うスタンスでもいいんだろうなというふうに考えていて、オーバーナイト 1.0020 で買い、 0.99 のストップとしては90ストップで、そして 1.00 の、そうですね、利食いは80でイメージしてみたいと思います。ユーロ円ですけれども、今日146円の30で朝方買いを入れましたが、これもできませんでした。369は夕方のね、下落をした時に、のレートでございますけど、そうですね、30は、まあ、買ってみたいなという気がしますね。146円の、でも30あれか、ちょっと次に30つく飛ばされるときついか、すいません、20にします。20の買い145円の90ストップ、そして146円の利食いは70で利食いを、ポンドです。先にタイドル見たいと思います。これもなんかロケットのようにいきなり吹き上がってますけど、推しは買いたいスタンス、 1.15 の今55ぐらいですけど、 1.15 のまあ25だったら買ってみようかと。
1.15 ちょうどでストップを、そして 1.15 台、ロングのリグイートすれば 1.15 の75でイメージをしてみたいと思います。ポンド円ですが、やはりこれもですね、十分に引きつけて、買い場を探してみたいと思います。朝方入れた水準167.65でございましたが、こちらの方はですね、あ、今これあれですね、ちょうど今こちらに私向かってる最中にこれついてましたね、167.65、627アースクまで行ってますね。すいません、ちょっとこれを今ライブ中なんですいません、167.993で今やめました。売れてますよね。はいはい、ありがとう。ということで、とりあえずですね、方向的にはもう一回下がったら買ってみたいなという感じです。もう一回ビットベースちょっともう一回見直しますが、167のもう一回65ではなくて、もう一回もうちょっと上がったところ、167の75で167の75の買い、167のストップは35で、そして168円台、ロングの利食いは168円の40で、OGN は朝方94.15で買いを差しましたが、こちらの方は全く拾えず、でございました。一旦こちらの方もですね、とりあえず、推しがあれば一回拾ってみたいなと思うんですけど、まあ、朝方の94.15はちょっと深すぎたので、94円の45で買いを、94の20でストップを、そして94円の94の85ぐらいですかね、85でリグイを、タイドルは今日は 0.64-6050 で買いというふうにイメージを作りましたが、全く拾えず、85ぐらいまでしか下がってないですかね。そうですね、 0.64-90 買いで、 0.64 の90変えれば 0.6460 ストップ、そして 0.65 台、もうちょっと上は6520じゃちょっと近いような気がしますね。
まあ、0.6550 ですね。で見てみたいと思います。最後ニュージーです。先にタイドル見ます。やっぱ押し目買いだと思います。 0.5890 で買いを、5860でストップで 0.59 台0.59-85でリグイを、そして最後ニュージー円です。86-10買いで85-80にストップを置いて、で利食いを86-75で今晩置いてみたいと思います。ドル円がとりあえずはなんか下値の今、結構ガッツ入れて一生懸命売っておりましたが、ここですね、失敗して今ちょうど戻り高値圏ぐらいまで上がってまいりました。まあ、自分とすれば、押しを買って、まあ、5-80でリグうようなイメージで、昨日のようにはちょっと引きつけて売りから入るというのはちょっと今日どうしようかなというふうに考えてるんですけど、昨日よりも自分自身の頭の中のレンジがですね、下に少し下がってる。1号を買って5-80でリグうというイメージにしてまして、146円台までもというような認識はちょっとなくなりました。非常に米債が今 4.10 近辺まで急落した後、今 4.1195 ぐらいまで、 4.12 レベルぐらいまで戻してきたので、このドル円の145円の265トライ、そして4号までショートカバー、これが米債の利回りに連動して動いたかなというふうに思います。自分は下がればドル円は買う、ユーロドルもちょっと押し目を待って買ってみたいということで、まあ、当然ユーロ円は買いになる形になります。まあ実際、まあ、今日の開票もさることながら、明日の CPI がマーケット注目材料になっていると思いますので、あまり長い間ですね、ポジションを大きく持ったまんま持ち越すような参加者やっぱり少ないだろうな、そんなふうに思います。利食い千人力で回転をさせながらですね、ポジションはあまり傾かないように、ある程度スクエアアップしながら、実現益に振り返っていくということが大事かなと、そんなふうに思っています。また何かございましたらよろしくお願い申し上げます。イブニングショットこの辺で終了でございますということで、今晩の相場展望ですね、考えておりました。とりあえず推しがあったら買ってみようと、そんな感じでイメージをしております。それではまた何かありましたらよろしくどうぞお願い申し上げます。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、
YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。